はい、こんにちは。マジで梅原です。はい、今日はこちらでございますね。ベイブレードバーストのランランブースターボリューム14の3回目の開封ですね。はい。例のランブーチャレンジ継続中でございます。8箱目からスタートで、出た時点の個数分を、皆さんに何かプレゼントするって企画でございますね。はい。まあ、できればこの8箱目で出てほしい。で、あと残りプレゼント企画に回したい。パパ的には。まあ、頑張って開封していきたいなと思います。はい、じゃあ早速開けていきましょう。うん、見ないように。8箱目、ドライガーファングお願いします。あ、違いそう。これはスプリガンレクイエム超レアカラーバージョン。ブラックバージョンのやつだ。ああ。これは持ってなかったから、まあ、よしとしましょう。うん、見ないように。はい、じゃあ通算9箱目、ドライガーファング来てください。はい、ガーゼットアキレス無限バージョン通算10箱目ドライガーファングお願いします。あレフトアポロス、レフトアポロス、はい、11箱目ドライガーファング来てください。はい、あーまたスプリガンレクイエムかな。あー見ないよ。ドライガーファング来てください。ライトアルテミス、あー今回最後です。ドライガーファングお願いします。あ今回も何すげえかぶったよね。結局新しいのはスプリガンレクイエムだけで、それもしかも2つかぶったっていうやつでね。ウィニングバルキリーのゴールドバージョンとプラティロンギヌス出てないもん。はい、ということでこちらが今回初めて出たベイですね、うん、スプリガンレクイエムセブンアブソーブですね。はい、はい、かっこいいね。うん、かっこいい、かっこいい、すごいかっこいい。これが前のレアカラーでも今回のレアは出なかった。はい、じゃあ早速バトルしていきましょう。エシン君が使うのはスプリガンレクイエムセブンアブソーブでいきます。はい、はい、じゃあ私が使うのは超絶アキレス12メテオデストロイダッシュですね。はい、いきなりガチ3、2、1、いけ、よし、吸収してやる。スプリガンレクイエムとはいえバーストしてやるよ。おお、この怒りお前にぶつける。は、まあ吸収されるけどね。吸収してるね。あ、吸収してるわ。すごいね。あ、やはりスプリガンレクイエム強いね。あら、3、2、1、押し出すしかない。あ、押し出し失敗。押し出し。3、2、1。おお、ナイス。はい、続いて私はこちら。パーフェクトテニスボルカニックダッシュですね。またもや本気。3、2、1。吸収。吸収できない。やばい。吸収できない。吸収はできないけどさ、その分パパもパパっていうか、パフェクトテニスは回転を使ってしまいました。完全にすげえとどまってるわね。綺麗だわ。綺麗にとどまってんね。あー、吸収してる、吸収してる。これダメですね、もうダメですね。おっと、真ん中で立つか。あー、立ったけど。3、2、1。おっと、ナイスアタックだけど、ちょっと、あー、斧にはまった。あー、だけど、こうなるともうダメです。残念ながら吸収されておしまいだな。九州、沖縄、四国、本州、北海道、韓国、また負けた。 3、2、1。おー、続いてデッド派です。ゼロバンプエクストリーム出していきます。 3、2、1。おお、あらあら、 3、2、1。おお、いけ、早っ。よし、カット。ちょっと最初の一撃で、おお、吸収されちゃったっぽいな。よし、吸収されてる。あー、吸収されてる。あの、ただし、こっちも体力が、どうだ。よし、3、2、1。おーい。はい、では続いて私はこちらを使います。スプリガンレクイエムセブンアブソーブですね。うん、超絶アキレス
12メトロデストリーダッシュでいきます。はい。3、2、1。いけー！ 3、2、1。うわー！いいよ！3、2、1。おりゃー！かわせ、かわせ。うぃー！なんで？僕はパーフェクトフェニックス、デニス・ボルカニックダッシュでいきます。3、2、1。3、2、1。おー、危ない危ない。ちなみに右回転ですね。エイシン君はさっき左回転取ってましたね、あら、やばいやばいやばい。よしよしよし、うまく逃れた、うまく逃れた。スプリガンレクイエム、スプリガンレクイエム。3、2、1。よし、じゃあ僕はデタイス、ゼロバップエクストリームダッシュでいきます。3、2、1。3、2、1。3、2、1。はい、ということで今回はベイブレードバーストのランダムブースターボリューム40、3回目でした。はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッドライクお願いします。そしてぜひお友達にも教えてあげてください。それと今回のおすすめ動画はいつものところに出てますのでぜひチェックしてみてください。チャンネル登録は真ん中あたりからよろしくね。ということでランブ14、3回目またしても失敗しました。で4回目やるんだけど、ちょっと皆さんにご相談、かぶっちゃった5つのベーここにあるんだけど、綺麗にしまい直したんだけど、プレゼント企画にこれ含めてもいいですか？いいですか？これをぜひ皆さんに聞きたい、うん、これ含めるの嫌だっつうんだったらちょっと企画自体がやばいです。アンケートこの辺に用意してますのでこちらに回答いただければなと思います。いい、はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。